Masaaki Satake from Japan。 日本人による初の K-1 グランプリ制覇、その期待を担い参戦した昨年のグランプリだが、その期待も虚しく佐竹は2回戦で敗退。日本人の悲願は98年に持ち越された。しかし98年、佐竹、いや日本人ファイターを待ち受けていたのは昨年を超える過酷な現実だった。後輩武蔵がホースト戦において負傷、長期戦線離脱を強いられると、同じ場で佐竹も手も足も出ず1ラウンド KO 負け。勝てない日本人、弱い佐竹、そんな批判めいた声が佐竹のもとに届き始めた。だがこの危機が逆に佐竹に力を与えた。それまで外国人のパワーにパワーで対抗しようと体重アップを図ってきたのをやめ、逆に体を絞り込んだ。そしてパンチだけでなくハイキックを徹底的にトレーニング。日本人の体で外国勢に対抗する術を模索した。その努力は一つの手応えとなって現れた。日本代表を決するべく行われたジャパングランプリで佐竹は見事なハイキックで相手を KO、 さらに2回戦もキックを武器に KO 勝利。決勝でも落ち着いた戦いで勝利を収め、グランプリ出場権を手にした。実力で勝ち得た日本代表、その重責を担い佐竹はリングに上がる。日本人が弱いとか、日本が今ね経済的にも悪いし、他の国にまあ劣るようになってきてるけども、それでもなんかそういう中からなんかこう這い上がって、打ち砕かれてもまたこうなんか這い上がっていくっていう精神がね、なんか僕はこの K-1 の中でも自然と今湧き起こってくるしね。いつでもどんな苦境に立ってもやっぱそういう気持ちさえ持ってれば何かしらいい結果が出るんじゃないかと思ってますからね。ピリオに続く極真の怪物フェイトーザ、そのデビューは苦いものだった。ベルナルドに KO 負け、しかし序盤に見せた蹴りは日本中をうならせた。その蹴りとはグラウベの時代に動く股間から繰り出され垂直に落ちる蹴り、ブラジリアンキック。グラウベフェイトーザ、田村義弘を破れました。そして193センチの長身が相手の顎を砕く一撃の膝蹴り。今大会には前回の課題となったガードを徹底トレーニングし弱点を補強、もはや隙は見当たらない。この蹴りの前に佐竹の首は断たれてしまうのか。鍋ペトーザ VS 正木佐竹。
ドーム、今試合開始のゴングが鳴り渡りました。本当に読めないですね、この試合も。読めませんか。はい、まあ、あのグラウブ選手は距離取って、まあ、蹴りで戦いたいって言ったんですけども、はい、佐竹選手はその蹴りに対してどういうふうに戦えるかですね。そうですね。一茂さんはどういうところにポイントを入れますか。そうですね、もうどちらも頑張ってもらいたいと僕は一番今日、まあ、見たいんですけども、結果を見たくない試合ですね。なるほど。試合は見たいけど、佐竹選手もやっぱり日本人選手として唯一ですからね。そうですね、頑張っていただきたいし、ビリオス、グラブ選手は極真ですから。そうですね。はい、一茂さんも極真の大会にいらっしゃる立場として、やっぱり前回のあのグラウベの戦い方を見てると、あれはグラウベじゃないんだというふうにやっぱり一茂さん思われましたか。やっぱり最初っていうのは誰でも緊張するし、やっぱり硬くなるんで、そのまんまそういう動きがですね、スムーズにいかない時っていうのは多分あると思うんで、はい、まあ、今回2回目なんで、表情は入ってきた時の表情見たらだいぶこの間のベルナルド戦よりは柔らかくなった気がしますけども。そうですね、はい、やっぱり一つ距離の取り合いでしょうね。間合いの作り方、どういう形がいいですかね。やっぱり遠くあまり遠間だとグラブの縦蹴りとか前蹴りとか入ってくると思いますし、うわ、強烈なミドルキック、強烈ですね。あのハイキックは絶対にさばけば受けてはいけません。選手、慎重なんですけども、あんまり緊張しすぎて動きが硬くなると良くないですね。そうですね、はい。今もグローブの上から来ましたからね。グローブの上から垂直に落ちてきます。まさに一茂。石井館長はどんな風にこの対戦をご覧になってますか。そうですね、佐竹は探ってるって感じで探っている、はい、クラブ選手は名古屋の時よりもずっと動きですね。いいですね、リアップしますね。やっぱりあの時はもう何もできないまま終わってしまったというね、グラーベの感じだったんですが、気合い振りストレート、パンチもいいですよ。良くなったですね、パンチ、いいパンチ入ってます。やっぱしね、あの K1 をやるためになんか生まれてきたみたいな感じですよね、グラーベですか。ああ、そうですか。もともと本当オフェンスは本当フィリオ以上って言われてますからね。佐竹選手が言ってましたが、おわ、右福利来た、返した、顔面パンチだ、あの蹴りはすごいな。グラウベ選手はこういうキックのなんて言いますか、リズムを持っている選手だというふうにね、空手時代からそんな風に思っていたというふうに佐竹は言っていましたが、そうですね、リズムを持った選手だって言ってますね。これあの縦蹴りが怖いですね、さっきから再三、しかし今日はあの非常にパンチがいいですね。リーチ長いんですよね、でパンチ伸びてきます。佐竹選手がもうちょっとローキックを、ね、蹴れればいいんですけどね。ここで第1ラウンドが終了しました。佐竹正明かグラウベフェイトーザか、これから試合は第2ラウンドです。さあ佐竹正明はこの高い山を乗り越えられるか、第2ラウンド。さあ膝を飛んできた、佐竹が出る、リーチがありますね、グラウベ選手は。もうちょっと佐竹選手はね、はい、インからパンチ打った方がいいですよね。外側からだとクラブ選手のリーチ長いんですから、はい、もっと入り込めて、もっと、そうですね、はい、もっと内側からショートで小さく打った方がいいです。あまりしかしショートレンジになると今度はグラウベの膝という、ね、武器も出てきますが、うわー、すごい、またハイキック、さあしかし、やっぱり自分の感覚以上にリーチがあるんでしょうね、本当に。そうですね、長いから入りづらいという。のりかさんは第1ラウンドどんな風に見てましたか。そうですね、グラーブ選手の足技すごいですね。また今も出ましたけどね、本当びっくりしてます。あの膝はどうなってるんだっていうぐらい柔らかく動いてきます、この人のキックにどうぞご注目ください。右側グラウベフェイトーザ、極真最強の蹴りを持つ男と言われています。佐竹選手がローキック蹴れるというんですけどね、踏み込んでかなり今回は絞ってきた。ちょっと大振りになってますね。大振りでしょ、ちっちゃくまっすぐワンツーでないと気負いがあるか。佐竹、日本を背負ってリングに立っています佐竹正明。グラブ選手ちょっと鼻血が出てきましたね。ああ、そうですね、はい、顔面にどうやらパンチを受けて鼻血が出ているようです。三宅さん、はい、三宅さん、はい、どうぞ。佐竹サイドですけれども、佐竹サイドはですね、1ラウンドはやはりケルド監督を見るために見るラウンドに最初から行くつもりだったようですね、この2ラウンド以降に佐竹攻撃に出てくるということ。なるほどね、小さく小さく行った方がいいですね、佐竹選手は。ちょっと大振りですね、
三宅さん、1ラウンド見ていた、はい、グラウンドサイドはですね、まあ概ね今のままでいいんだけれども、もうちょっとジャブを多くしてですね、距離をもうちょっと取りたいんだと、ね、いうことを言ってますね。そうですか。ちょっとね、サバサラグね、力みすぎですよね。力みすぎですね。やっぱしあの力んでは倒せないですよ。逆にあのクラブ選手にパンチもらいますね。はい、あの、打ち合いの時に佐竹選手の方がちょっと焦ってるように見えますよね。あまり余裕みたいなことは感じられないですか。そうですか。宮城さん、やはりね、セコンドもね、かけてる言葉は向きになるなという感じ、向きになってる感じですよね。これでも気負わないとか向きになるなとか力を抜くというのは非常に難しいことだな。もうやっぱりね、2人とも背負ってるのも大きいし、やっぱメインイベントですからね。で、東京ドームのぜひ準決勝に行きたいところですし、クラブ選手真正面立ってダメですね、佐竹選手もね。とにかくリングの中でスピーディーに動くようにという、そうです、スペシャルに言われたようですが、そうです、極真の試合のね、試合でいいんですよ、空手の試合だと思って、もっと回ることですね、はい、左右にもっともっと回ってフットワーク使う。前回も結局その足が止まったがゆえに、ベルナルド2機に来られて結局前寄れなくしてしまったという感じがあります。佐竹は逆にプレッシャーかけていかなくちゃいけないですね、はい、今ちょっと佐竹選手プレッシャーかけてきましたね、小さくね、小さく。いろんな戦い方ができるようになりました佐竹、そしてハイキックも出せるようになりました。あ、第2ラウンドが終了しています。緊張しますね。非常にピリピリするような緊張感の中での試合です。佐竹正明対グラウエフェイト王座、これから試合は第3ラウンドです。ラウンド3ゴー。満員の大阪ドームからお送りしています。佐竹選手はプレッシャーかけてきましたね。あ、おっと左打ち合いになりましたね、パンチの。さあ打ち合いになるか。佐竹が出る、グラウデも応戦する。ちょっとお互いになんか力入ってる感じですね。かなり鮮血が、パンチの打ち合いでちょっとお互いにちょっと力入りすぎですね。しかし倒してやるって感じですね。パンチを繰り出す中にもどこかに佐竹の頭の中にはあのハイキックがあるでしょうね。だから佐竹選手も どうしてもあの上の攻撃が注意してるんで、下の攻撃が自分の出なくなってるんですよね。あ、切れた、カットしました。切れました。バッティングですね、下から行った場合、あ、これはかなり深い、かなり深い。大丈夫か佐竹。ちょうど目に当たったん、はい、バッティングですね。上の方なんで、あの目の中に血が入っちゃって、あ、入っちゃいますね。辛いです。服を外から折っていく、はい、低く入ってるんですけどね。大丈夫ね。グラウベの頭がどうやら当たったようです。さあスローが、あ、このここですかね。結構深く切れてると思うんですよね。あの滴り落ちてましたね、血がね。この時にどうやら頭をカットしました佐竹正明。ご覧のようにもう鮮血が噴き出しています。現在は第3ラウンドということですので、もしこれ続行ができないということになりますと、佐竹正明のこれは、敗戦ということになりますが、あ、大丈夫か、大丈夫か。あ、続行できます、続行できます、続行できます。佐竹、この3ラウンドが終了すればこれまでの採点での、結果ということになりますが、このラウンド中に続行不能になりますと佐竹の負けになります。宮家さん、はい、どうぞ。佐竹の傷はですね、出血の割には傷自体は浅いそうです。そうなんですか、あ、でもまた今当たりましたからね、ちょうどしも頭低くして潜り込むような時にもう一度当たっちゃいますね。これひどくなってなければいいですけどね。でもあの今ドクターが、傷口を見ています。もし続行不能であれば佐竹は1回戦で姿を消してしまいます。佐竹選手、あの精神的にですね、ここで、せっかく緊張感高まってますから、はい、ないないの調子ですね。大丈夫ですかね、本人はやりたいでしょうか、これは、あ、ちょっと大丈夫ですか。どういうような今、続行します、続行します。いやただ相当見にくいとは思いますよ、もう。そうでしょうね、
三宅さん、はい、どうぞ。絆作とバッティングと全く同じ場所だそうです。あ、そうですか。深くなりました。ただドクターはもう1回だけやらせますと言ってます。もう1回だけ。あ、そうですか。もう危険な状態だと。そうなんでしょうね、うん、本人の意思を確認した上で、はい、ドクターがそういう判断したんでしょう。次はもうそういう判断じゃないということですね。試合が再開されました。佐竹正明、もう後がありません。さあ前に出る。グラウデは前に出ます。突進するグラウデ、膝が飛んできた。点をつく膝が膝も怖い。この人の膝は横からも来ます。193センチのグラウベ。さあ、きしんの表情。佐竹正明がじりじりと前に出る。やっぱりグラウベ選手も本当に進歩しますね、前回から。かかと落とし、しかし左フック顔面。かかと落としを見切った後、佐竹左フック顔面に打ち込んだ。おハイキック、このハイキックが出るようになった佐竹。さあ首相撲、この首相撲はどうか。グラウベは強いぞ。かなり出血がしてます。ひどいですね。プレッシャーをかける佐竹。佐竹選手が突っ込んだ時にどうしてもグラウベ選手が腰を落とすんですね。踏まれ負けないようにしようとして、はい、その時になんかちょっと頭が当たっちゃうんですね。まあ、佐竹選手は接近戦でやりたいだろうし、グラブ選手は、距離離してですね。そうですね、お互いの距離の取り合いですからね。はい、はい、の釣り合い。佐竹選手は半中頼りすぎてますよね。もうちょっとローキックとかしながらなんとこすればいいと思いますけどもね。もう少しコンビネーション使いたい。はい、グラブ選手ももうちょっと蹴りが出てもいいなと思うんですけど、どうですか。グラブ選手もそうですね。パンチもいいですから。パンチいいですね。ワンツーではね、いいと思うんですけどね。かなりこれは積んできましたね、モーリス・スミスの元でね。今のコンビネーションが良かったですね。ミドルかハイと。今のミドルは良かったと思います。おっと、強烈。ボールを切りましたが、さあ前に出る佐竹。ちょっと強引なんですよね。青コーナーサイド。3ラウンドが終了。ラウンド青銅会館佐竹正明、極真会館グラウデフェイトーザ、空手家同士の対戦になりました。最後のチケット争い。いや、グラウデ選手もこの、ね、3ラウンド以上、前回は本当に2ラウンドぐらいで倒されてしまったんで、はい、未知のあれですね。そうですね、自分の体力がどこまでいくかとかですね、はい。どうしても あそこで下がって腰が引いちゃうんですよね。ガクンと押しますね、今みたいな感じですね、体で受け止めちゃおうっていう感じなんですよね、グラブ選手も。佐竹選手はやっぱり本当蹴りをもうちょっと出るといいんですけどね。行かないとね。さあ佐竹はどう動く。今スロックスリープですね。ロック蹴るところにいました、ね、はい、ああロックもっと蹴ればいいと思いますよね、佐竹選手も。ミドルキック前に出ます、グラウベ。あ、いいですね、グラウベ選手のミドルが。からも抜きになるなという声も飛んでいるという佐竹。なんか力入ってますよね。力入ってますね、肩に力入ってますね、本当に。右ストレート。まっすぐでは、はい、入るんですけどね、横オーバーシャウトだもんね、はい。そしてあれを当てるためにはやはりグラブ選手はね、そう、ま、回らないためですね。グラブでは足を使い始めています。横に動くことですね。パンチャーと当たった、左フック、左は入りましたね。そして膝だ、グラブの膝、近距離になるとこれがあります、ね、はい。グラブ選手はもっとミドルとハイのコンビネーションをうまく使ってくればいいと思うんですけどね、距離取って。ミドルにキックの意識をさせておいて、そうですね、これを見せておいて、そしてハイですね。佐竹選
せんですよ、ちょっと硬い、まだ硬い感じがするんですよね。持ってワンツーって言ったらね、いいと思うんですけどね、コンビネーションで。どうしてもグラード選手打たれると腰落としますからね、真正面向いちゃいますんで、はい、グラード選手のパンツに力入ってますね。佐竹にとっては初めて戦う極真ファイター、現役極真ファイターとは初めての対決です。しかももう世界のトップクラスですね。そうですかね。そうですね。今のミドルとかもっとコンビネーションを佐竹選手は使わないといけないし、クリオ選手は距離と、グラベはクラベ選手は距離を取らないんだろうですね、はい、ね。さあついにこれから最終ラウンドを迎えます。力が入りますね。佐竹もグラベも一歩も引きません。日本代表は決勝トーナメントに駒を進められるのか、すべてを背負った佐竹が最終ラウンドのリングに向かいました。いや本当に今まで大きな欠点ではなくですね、グラーブ選手の減点がちょっと気になるところなんで、グラーブ選手はあの減点を調整するようなポイントを取らなくちゃいけないし、もうグラーブ行くしかないですね。佐竹選手はここでもう確実にですね、ちょっとあの差をつけたいところですよね。パンチが4ラウンド当たり出しましたから、はい、三宅さん、やっぱりグラブサイドはこのラウンドだという指示は出てますね。あ、やっぱりそうですか、はいはい、三宅さん、はい、佐竹サイドですけれども、先ほどの傷はですね、それから深くはなっておりませんので、血も止まり始めています。大丈夫ですね、はい、とにかく佐竹は試合前に言ってたコメントがですね、優勝しなかったらどこで負けても同じなんだよと、なるほど、そういうコメントを言っていて、どうしてもやはり力んでしまうと思うんですが、それを見越してセコンドからは小さく小さくという声だと思います。なんかもうお互いなんか技術よりも気持ちが先に行ってますね。気持ちが先に行っちゃってますよね、2人とももうちょっと、いや気持ちが結構分かりますけどね、なんかデビュー戦同士の人、背負ってるものが大きい2人、力抜くとあのフェイトーザー選手もすごいキレ出てきますし、もっと佐竹選手もねローキックとかもうちょっと出てくると思うんですけどね、アッパーもそれとも持ってるんだけども先にできんじゃないですね。日本を背負っている佐竹、極真を背負っているグラウベ、グラウベ選手は本当にあの K-1 ルールの5ラウンドっていうのは、初体験だからきついと思いますよ、体力的に疲れ見えますか、ちょっと見えますね、ちょっと動き止まります、はい、やっぱり本当にリングの中ですしね、それからもうやっぱりこういう K-1 の試合というのはリズムで戦わなくちゃいけないから、空手に比べても相当疲れちゃうんですよね。なるほどね、はい、まだこの縦蹴りは炸裂しません。三宅さん、グラウベサイドはねやっぱりあの膝まで最後まで持ってこうと、あっと今だ膝が飛んできた、しかしまだ当たってはいない、膝まで持ってこよう、はい、膝までまだ結びつけてないんですよね、その辺を膝まで最後締めようしは膝まで行こうという指示が、ね、盛んに出てます。飛び込んでそこから一気に膝まで畳み込むフルコースまで行っていません。チャンスを迎えました。佐竹お互いに力入りすぎですね。左フック佐竹の力を襲いました。佐竹もう本当に死闘ですね。死闘ですね。さあマシゲリ決勝トーナメントに駒を進めるのはどちらでしょうか。グラウベか佐竹か、日本代表は決勝トーナメントに残れるのか。佐竹やっぱり、ね、日本代表1人しかいませんからね、佐竹選手なんとしても決勝トーナメントに行ってほしいんですけども、ミドルキックやっと蹴りが出ましたね、佐竹のミドルキック、右ストレート、ここでゴングが鳴りました。これは難しい試合ですね。この判定は果たしてどちらか、残ったか日本代表、難しい判あれですね、それともグラウベか。のりかさんどうですか。なんか2人のね気持ちがすごくひしと、ひしと伝わってきて、それだけやっぱ東京ドームへ行きたいんだなって、そうですよね、思いましたね。そして何か背負ってるものの大きさみたいなものもね感じましたね。感じますね。フルに戦い抜きました佐竹正明、そしてグラウベヘイトーザ、フランシスコフィリオがそばで見つめています。グラウベ選手はやっぱり本当にあの K-1 の初体験の4ラウンド5ラウンドっていうですね、そのあれでちょっとバテましたね最後ね、やっぱりこの練習してる時と試合ではもう全然違いますから、はい、佐竹選手はもう最後まで力入ってましたね。入りましたね、あの肩に力が入ってる分、全部ワンテンポパンチが遅くなっちゃうんですよ ね、 ね、さあ判定の結果が出ます。ジャッジ島水を50対49、赤佐竹正明、減点の
選手は精神的にきつい試合でしたね。厳しい戦いでした。厳しいです、ね、ただこれもう本当にですねお互いにまた見たいですね、もうちょっと力抜いた試合が見たいですね。技術的にはね、ちょっと語れないですけど、はい、気持ちがね、お互い入りすぎたって感じしますけど、ね、そうですね。グローブ選手もガチガチでしたね、それではですねここで結果をおさらいしておきたいと思います。はい、まず A ブロック、はい。